はい、どうもタンタンです。今日はこちらマハロですね。マハロの、エレクトリックウクレレ EUK の200というモデル、こちらご紹介したいと思います。ソリッドタイプのエレクトリックウクレレで、まあ、大胆にね、ここくり抜かれた一本になってまして、まあ、これ軽量化を図るためですよね、おそらくね。どうしてもこれ、このボディだとマホガニーのボディなんで、これソリッドの板全部だとかなり重くなってしまうので、まあ、そのあたり極力ね、抜けるところは抜いてといった感じになってるんじゃないかなと思います。はい、でスケールサイズ感としてはコンサートサイズですね。生音はこれぐらいな感じなので、まあ、エレクトリックウクレレとしてっていうこともありますけれども、夜とかのね、こう練習用として、この音だったらまあそれほど近所迷惑にはならないと思いますんで、まあ、そういった感じで割り切って使ってみるのもいいのかなといった感じです。でエレクトリックなのでもちろんピックアップ、はい、コースジャックになってて、ヘッドホンの端子とあとオグジュアリーインですね、ラインインの両方ミニジャックなんですけれども、これがついております、はい、なので音を鳴らしてその音と一緒に自分が弾いた音をアンプから出せると、そんな感じですね。でプリアンプ、アクティブ、これね、アクティブプリアンプがついてるんですよ。電池ボックスがついてまして、はい、9ボルトの電池ですね。でピックアップを落とした音はこちら、強調とトレブルを強調、そんな感じの使い方ですね。はい、アクティブタイプのプリアンプがついているので、まあ、ノイズも非常に少なくて、エレクトリックのウクレレとしてもかなり使いやすいと思います。今直でアンプにつないでる状態なんですけれども、まあ、こんな感じのかなりマイルドな感じの音が出てくれるので、あとはちょっとしたエコライジングでこう思い通りにいろいろと音作りできるんじゃないかなと思います。はい、ということでこちらマハロから出ておりますエレクトリックウクレレコンサートサイズですね、はい、EUK の200というこちらモデルでございます。ぜひお問い合わせお待ちしております。それではタンタンでした。